では今日はタルタルソースですね。この間というかね、これが出来上がりになってるの。この間というかね、この続きになってますね。ね、マヨネーズ、はい、そして玉ねぎ、そしてピクルスね、はい、そして、ゆで卵、これだけです。分量も適当にね、自分で考えてくださいね。ではどれからいこうかな。これからいこうかね。はい、ではね、まあ、要するにみじん切りですね。はい、ちょっとこの辺のところはねカット入ると思います。なんだこれね。はい、はい、よいしょ、ね、はい、要するにあんまり細かくしなくてもいいんですけれども、あんまり粗くても粗なく、適当です。まあこんな感じでね、シュッ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 とこう切っておりますね。はい、そして、このままですね、こっちに倒します。もう一度どっちに行ってくださいね。このままこう、はい、ね、あっという間にみじん切りですね。はい、はい、OK ですね。そしてこっち向けますよ。はい、ではこれはボウルの中に入れましょうね。はい、細かいのが好きでしたら細かくしてくださいね。お好みです。はい、これ入れますよ。スケーパーね。はい、はい、そして、玉ねぎちゃんですね。これは新玉ねぎなのでそんなに辛くないので楽ですが、これはこっちね。じゃあみじん切りいきますよ。新玉ねぎなので辛くはないとは思うんですが、まあこの辺のところもね、ちょっと塩もみしましょうね。これは初めてかもわからないですね。ご存知ですか、ななはちゃん知ってる塩もみって。知らないです。はい、これね、玉ねぎね、辛いでしょ。はい、これを塩でもむんですね。そして水分と一緒に、ちょっとここ置きますね。まあ綺麗なタオルですね。スケーパー、スケーパーどこやった、これかね。はい、スケーパーでね、はい、いいですか、追い込んですよ。和手ぬぐい、日本手ぬぐいがいいと思いますね。僕も今手元に今ちょっとないので、本当はあるんですがね。ちょっとね、色的に皿がなかったので、ここに塩を入れるんですね。塩、塩、はい、ここで揉むんです。いいですかね。まあこうしてこうしてね、こうやって揉むんです。いいですか。はい、これでね、ごちゃごちゃごちゃと揉みます。ここですよね。でそしたらね、こう出てくるんです、こうやってね。はい、こうやって出てきますね。今度このままじゃ塩辛いですよね。はい、そんなに揉まなくていいと思うんです、新玉なのでね。そして今度は水、水ですね。ここ蛇口のところ、どこでした、ここかな、ここでよーくでね。ここにね、ちょっとこうやるで、こうね、ブル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 ね。あんまりたくさん出すと、ね、はい、ちょろちょろちょろですよ。あ、もう溢れてしまいますね。はい、はい、こんなもんでいいと思いますね。はい、あとは絞っていくだけですね。これね、塩もみです。簡単でしょ、ね、簡単。はい、これで OK です。はい、これ入れますよ、ね、これ美味しそうに透明になりましたね。はい、あ、こっち向けですね。はい、これで OK です。はい、そして、あとは今度卵ですね。ゆで卵、この分量は自分で割り出してくださいね。レシピくださいって言う前に自分で考えてください。見てね、あ、こんなもんかってね。ちょっと酸味が欲しかったらピクルスたくさん。この味とのバランスがあります。これありますね、知ってますか、これ。水濃って言うんですよ。水濃、はい、ね、ここ一気にボンと押していきます。いいですか、はい、あちこち行かないようにグンと押しますね。こういう感じでね、こういう感じでね。これも結構難しいんですよ、ね、難しくっていうか上手になかなかこうね、こうね、下手なしていくとこれはいっぱいになりますね、はい、OK ですね。はい、クリーできました。
あとこの中にね、タルタルソースを入れて出来上がりなんですけども、はい、では何でいこうかな、ね、ゴンベラちゃんどこ行ったの。ゴンベラちゃん、ゴンベラちゃんなんか使ってましたよね、こちらがね、はい、ではね、いきましょうね。どれぐらいかな、もうね分量でいきます。ちょっと少ないめに入れますね。少ないめに入れましたよ。これはここ置いておきます。まだ入れるかもわからない。そして、今度は、まあ、攪拌機ですね。はい、これでね卵白は潰れないですよね。卵黄がこのソースの中にね潰れた感じで入っていきますね。この量もね、しっかりと卵がね美味しいだったら卵の量を増やすね、酸味が欲しかったらピクルスを入れる。ピクルス、スイートピクルス&ディルピクルスというのがありますね。甘いのかね、ちょっと辛、甘くないのかっていう部分ですね。僕はこの見た目でね、だいたい見た目とこの濃度で判断する。これでタルタルソースできる、できたんですよ。早いですよね、多分ね、味見する必要、まあ味見したとしても、味を直すとしたとしても塩ですよね。マヨネーズにね自分で味つけてるんで、十分、いいと思いますけども。はい、では味見タイムですね。はい、味見タイム。美味しいですね。美味しいですか。グッドですね。綺麗な色。できました、タルタルソースね。はい、こんな感じでマヨネーズ&タルタルソース。このタルタルソースにいっぱい変化できますよ。いいですか、お漬物入れ。元吉くん、いろいろ語っております。結構いいこと言ってるんですよ。これ今続けですからね、赤く染めるため、染めたいなと思ったら赤ビーツを入れるとかね、なんかラッキョウ入れるとか、いろいろ展開できます、ね、日本人の発想で好きなお野菜、まあ、これはまあタルタルソースっていうね、まあ、洋食の部分。はい、これをまあこの後変化はできますね。料理が楽しくです。あっという間にタルタルソースでした。どうも皆さんもハッシュタグキチキチチャレンジ作ってみてください。